いいか、どうする？戸締まり頼んだぞ。あのさ、混んでんな。いるのバレたら面倒だからあんま出てくんなよ。来てくれたんだね。まあ、うん。本当に来たのか。てめえで剣置いてったんだろ。他のお客様の邪魔にならないようにな。さあ案内するよ。俺の描きたい絵のこともいろいろと話したい。じゃあ後で。アンドの大丈夫なのか？大きな絵の裏でゴニョゴニョなんてことを。出てくんなっつの。マジで芸術鑑賞する？帰るってのもありじゃね。しょうがね、せっかく来たんだし俺も回っとくか。どっちから行きゃいいのこれ？この間のじいさんだ。先生のイマジネーションにはいつも本当に驚かされます。すべてを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の作風。一体どこからこれほどの着想が？そうですな、言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが、泉に一つまた一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。自然とですか。重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。私のアトリエは質素なあばら屋ですが、美の探求には十分なのです。あばら屋？なるほど、無心が内なる美を育ててくれると。それにしても巨匠まだらめ先生からあばら屋なんて言葉が出るなんて。ご覧いただければわかりますよ。あばら屋って言葉、確か。まだらめ先生、来てるの？あそこ！やっぱり初日来てよかった。ちょ、多すなって。人多すぎだろ。潰れる。とりあえず出口に。死ぬんじゃねえぞ。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを一人で創作してる。特別なんだ先生は。ユースケ、ここにいたのか。先生、昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。ほんとすごいっていうか、うまく言えないんですけど。何かを感じてもらえる、それだけで我々画家は本望だ。いい絵になるといいな、ユウスケ。では失礼。芸術家ってとっつきにくそうだけど、先生って親しみやすいよね。ああ、これだ、生で見たかった絵。これが描いた人の怒り？わかんないけど、熱い苛立ちを感じるの。
あんな気さくで紳士的な人なのにこんな絵が描けるなんて。どうしたの？なんでもない。こんな絵よりもっといい絵がある。さあこっちだ。あ、ちょっと。おばちゃんの肘がもろけど、おかげで思い出したぜ。それは置いとこうぜ。ネットの書き込みだ。ほら、ここ見てみ。なんで先帰んの？ちげえって、俺ら巻き込まれて。まあいいや、お前もこれ見ろよ。この書き込み、マダラムのことかもしんねえ。なんて？日本画の大家が弟子の作品を盗作している。テレビは表の顔しか報じていない、だとよ。盗作？最初に見た時は何とも思わなかったけど、あばら屋でマダラメだからな。住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき使うだけで絵など教えてもらえない。人を人とも思わない仕打ちは飼い犬をしつけるかのよう。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大スキャンダルだ。北川くんが書き込んだのかな。だってまさに弟子でしょ。さあ、匿名だから。となるとメメントスで聞いたマダラメがあのマダラメと同一人物かもしれねえ。あの先生がそんなこと。あの時のシャドウに聞けないかな。あ、っていうか現実の本人に聞けば。どんな風に聞くんだよ。メメントスのことから説明すんのか。それに現実で表立って動いたらマダラメ本人にバレる可能性もあるぜ。そっか、そうだね。お前はマダラメのことどう思う？怪しくね？だよな。偶然にしちゃって行き過ぎだ。こいつが黒なら待ってましたの大物だろ。まあそうだけど、本当なのかな。あ、そういやモデルの話はどうなってんだ。北川くんから連絡もらってる。あとマダラメ先生のアトリエの住所も。住み込みっつってたな。ちょうどいい。明日行ってみようぜ。放課後マダラメんちに行くぞ。え、モデル明日？急に言われても。はあ、北川に話を聞きに行くんだよ。なんだそっち。よーし。さてと。
どうした？おい。さてと。じゃあ始めるね。これだ。その通り。つうか、電車で移動する怪盗ってよ、普通の下校風景じゃんか。電車が一番早いでしょ。ペット乗せても大丈夫だしね。おいこら、誰がペットやねん。ちょ、会話に入ってくんな。ペット運賃払ってねえんだよ。我が輩がお前らを連れてやってんだ。ご主人様と呼べ。あペコさんだ。お、やば、兄ちゃんのペット？にゃーにゃー泣いてた。そうそう、ただのおもちゃだって。押すと声が出るの。だってよ、押してやれよ。冗談じゃな。にゃ、にゃー。すごい、もっとやってやって。にゃ
マジかよ。まもなく渋谷、お出口は左側に変わります。私たち降りなくちゃ。それじゃあまたね、バイバイ。うん、バイバイ。で、何線に乗り換えだ？住所によるとあんま近い駅ないんだよね。あえて言うなら最寄り駅はここ。はあ、あと全部歩きかよ。電車の次は歩きってどんな回答だよ。いちいち文句垂れるな。あばら屋って言ってもこんな都心に住むなんて、さすが有名芸術家だよね。駅前広場に出てセントラル街の方に行くのが早いみたい。行ってみよう。急いだ方が良くない？行こっか。聞いたけど別に。てか、鴨志田卓、元オリンピック選手、囚人学園教師。自首の動機は両親の呵責ね。人の心はそう変わらん、まして性癖など。まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかしてあれ、住所も合ってるけど表札はまだらめってなってる。チャイム押してみろよ。私？押したら壁倒れたりしないよね？たらいが落ちてくるかもしれないぜ。どちら様でしょうか？先生なら今は。高巻ですけど。すぐ行くよ。人住めるんだここ。高巻さん、お前らもか。チーズ、悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。マダラメが盗作してるってマジ？虐待もなんだろ？正気か？ネットに出てんだよ。これ？くだらない。盗作もありえないが、虐待だと？虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの文句は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。
恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？ユウスケ、どうしたんだ、大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。ほどほどに頼めるかね。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ、あの絵を見れば先生を信じてもらえるかもしれない。先生の処女作であり代表作、さゆりだ。さゆり？俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけどこれすげえのはわかる。高巻さんを初めて見たとき、この絵を見たのと同じ感動があった。私？俺はこんな美を追求したい。君を描くこともその一環だと思ってる。どうかモデルの話よろしく頼む。せっかく訪ねてもらったんだが、今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。それじゃ。なんかいいやつじゃね、二人とも。メメントスで聞いたマダラメは別人なのかもね。せっかく大物見っけたと思ったのによ。異世界ナビはどうなってる？おい、これナビ。さっきの会話を拾ってたの？この表示、マダラメ先生にもパレスがってことだよね。なんで？マダラメと盗作にアバラヤか。こいつがキーワードみたいだ。つかこれマジで何なんだ？本当にあんな爺さんにもパレスがあんのか？入るには最低限本人の名前と場所が分かればいいんだったな。あとはマダラメがこのアバラヤを何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校が城的な？そういうこと。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。急に言われてもよ。とりあえず城とか？候補が見つかりません。じゃあ牢獄は？めんどくせえ。刑務所、倉庫、それと教育指導室、ついでに牧場。候補が見つかりません。かすりもしねえ。出直すか。画家に関係する建物か。素直に考えるとなんだろう。ナビゲーションを開始します。開始って、これ！おい、いつの間に開始したんだ？びっくりしただろう。偶然当たり引いたんだからしょうがねえだろ。もし我が輩が気づかずに歩いてってまた敵に捕まったらどうすんだよ。2本足で歩いた時点で分かれよ。モルガナでもこっち入ったこと気づかないことがあるってこと？認知の歪みが少ないところだと姿くらいしか変わらないこともあるしな。つか、あれ、アバラヤが美術館？マジ？行ってみよう。すごい豪華っていうか趣味が美術館なんだよね。これがマダラメの。
パレスは欲に駆られた妄想の景色だ。鴨下のパレスが城だったようにな。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし、尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術館を妄想する？言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここで頭ひねってても仕方ないだな。つかよ、怪盗に美術館って定番じゃね？まあ、あのじいさんの追っかけ、どいつも怪力だったしな。それ関係ねえだろ。しかしすげえ人だかり。よし。はあ、行くとするか。研ぎ澄ませ。我が輩の定番だな。怪しいな。やっぱおかしいよ。マダラメ先生って作風が多彩なことで有名なのに、飾られてるのは同じような人物画ばっかり。個展の時とはまるで。ちょっと待った。こいつメメントスにいたやつじゃねえか？マダラメのことを話してた。中野原夏彦だ。プレートに名前が書かれてる。いやいや、なんであいつが書かれた絵がここにあんだよ。つかこのプレートは書かれてるやつの名前だったのか？普通はタイトルとか作者の名前を書くものだよね。やつの絵がある理由も謎だな。よし、もっと先も調べてみようぜ。おい、これ。
いつじゃねえの。北川雄介って書かれてる。間違いないだろう。え、なら、ひょっとしてここにある絵って全部…うん、そうだよね。マジか、この人数全部か。前に屋敷に行った時は弟子というか弟子だった連中だろう。最後の一人を除いてな。前の中野原ってやつの件といい、なんとなく見えてきたぜ。よし、もう少し奥を調べてみよう。確信が欲しい。あったぜ。そうだ。これ見ろ。無限の泉。彼らは斑目館長様が私費を投じて作り上げた作品群である。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションを生涯館長様に捧げ続けなければならない。それが叶わぬ者に生きる価値なし。これ、多分盗作のことだよね。くっそ、とんだ食わせじじいだ、あの野郎。弟子は俺のものってとこか。本当ならまともな絵描きですらないぜ。画才のある弟子の着想を生活を保障する代わりに盗んでるんだ。まさかと思ったが、たくさん飾ってある人物が、やっぱりあれが認知症の弟子なんだろう。生きる価値なしと来てるぜ。これ多分虐待のことじゃねえの。斑目様の役に立つうちは置いてやるけど、ダメになったら。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだ。かばう理由ねえだろ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよね。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川くん、様子が変だった。もしかしたら、あの絵も盗作。どうするよ。これも斑目がターゲットでいいだろ。そう来なくちゃな。待て、お前ら。もう一度ユウスケに事実を確認しよう。んだよ、確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってことだよ。めんどくせえ。それに斑目のことまだ知らなすぎるだろう。うん、そうだね。私、北川君に連絡してみるね。モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。
え、やんの？もちろんみんなも来てよ。一人じゃ怖いし。偉い画家の先生か。鴨志田より手強いかもしれねえ。まあ、ユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ。絶対成功させんぞ。よし。